初年廃藩置県に際して尾州徳川家の手より一度国有財産となった木曽の林業地域は同22年5月皇室財産として御料林に編入された。日本三大美林の一つと称せられるこの見事な天然林は以来民謡とともに木曽の御料林として人工に解釈され、皇室財産の中でも最も重要なるものの一つであった。昭和22年ここに改めて国有財産となった木曽御料林は再び木曽国有林として農林省林野局の管轄のもとに4月1日より新しき再出発の第一歩を踏み出すこととなった。木曽国有林は福島町に置かれた長野営林局の管轄下にあり、10カ所の営林所によって分割され、さらに細分して40の担当区に区分されている。そしてまた別に一つの運輸営林所があって、もっぱら木材の搬出運輸を干渉している。国有林の生産を永遠に補足し、施業を合理的ならしめるために全て施業案が編成されてある。地域的には事業区、分区、林班、小班と分割していき、小班を単位として植伐事業の順序、数量、方法が計画される。そして伐採跡地の更新樹種としては主としてヒノキが選ばれ、林伐期は120年としている。営林局計画課では事業区ごとに10年に1回施業案の検定を行い、その都度植伐事業の基礎資料として森林区画の測量を精密にしている。そして林況を調べる。さらに地樹、下草類の状態を調査する。あるいは成長水によって立ち木の直径成長を記録している。民謡に歌われる木曽の名木、いわゆる木曽の御木とはその天然林の主木をなすもので、林齢250年、30メートルに及ぶそれらの巨木は棟高直径30センチより50センチ、平均45センチ。木曽の御木は植物分類学上すべてこれ針葉樹類の旧花門松科に属するもので、木曽の地は緯度高度的に温帯に位置して典型的なる針葉樹の群形を示している。ヒノキ属のヒノキ、同じくヒノキ属のサワラ、この手がしわ属のネズコ、アスナロ族のアスナロ、一名ヒバ、コウヤマキ族のコウヤマキ、海抜跡地は主にヒノキを持って造林するのを建前としている。これに要する苗木はすべて国有林の両木から種子を取って養成するが、良質の種子を生産するのを目的として
特に五樹林が育成されている。種子は10月中旬より11月上旬にかけて採取される。昔は枝のまま切り取っていたが、この方法は結局良質の種子をつける枝をなくすることになるので、現在では特に身の軽い専門の妊婦が枝から枝へと渡ってもっぱら休暇だけをもぎ取っている。一部を使用してさらに夏季乾燥される。この乾燥棚は同時に古いになっており、乾燥に伴い脱流される仕組みになっている。これをさらに遠見によって風船する。かくして生鮮された種子は乾燥剤アドソールなどを同封して風穴に貯蔵し、葉種に備える。種子は当局林業試験場発明にかかる還元法によって科学的にも鑑定される。まず種子の一部をもぎ、それを水で潤した鑑定紙の上に並べる。かくしておよそ2昼夜放置しておけば、胚の変色の程度によって種子の活力を鑑定することができるのである。春になるとまず養蜂事業が開始される。病法を耕し堆肥を入れる。ここでは苗木の根を食って害を及ぼすコガネムシの幼虫を閉止させるために、天敵の利用としてこの時特にイザリアコガネ菌を混入するが、これは非常に良好な成績を収めている。それから大体3週間から4週間目、発芽と同時に藁を除いて日追いを作ってやる。
決してそれで終わったのではない。さらにまだ害虫に侵される憂いがある。林内には巣箱をかけて小鳥を繁殖させ、これらによって害虫を駆除する。人ともに喜び